リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンタです。はい、今日はね、マナちゃんとこんな形で、触れ合っている動画をね、ちょっと撮っていこうかなと思います。はい、ということでね、もしよろしければ、まず、こちらのね、チャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、ということでね、はい、本日はマナちゃんとこんな形で戯れております。で、まあ、ようやくって言うとあれなんですけど、ちょっとずつ人慣れをしてきて、こうやって触ることに対してね、嫌がらなくなってきました。ただ、まだたまにね、びっくりしちゃったり、飛んでしまったり、あと、あっちゃこっちゃ行ったりっていう形でね、おとなしくはできないんですけれども、今はね、ちょうどいい感じの位置にいるのか、落ち着いてくれております。はい、こんな感じでね。ただね、こうやってね、登っていくんですよ。で、登っていくとですね、どうしても、あ、おしっこした。こうやってね、おしっこをしたりだとか、あとは、背中の方に行っちゃったりだとか、っていう感じですね。あとはね、爪がね、ちょっと引っかかって、服によってはって感じですね。こうやってね、すぐ後ろ行っちゃうんですよ、こうやって。で、どうしてもやっぱ逆さまにね、どうにかなろうとするっていうところで、はい。こんな感じですね。あと、爪はやっぱり痛いですね。そうなんです。こんな感じで一緒にね、まあ、私の体を散歩してもらっているっていう感じでしょうか。で、飛ぶのがね、やっぱり下手くそなので、あれなんですよね、滑空すると下に落ちてくだけになっちゃうんですよね。でもすごい可愛いの、見てわかる、ほら肩に乗っかって可愛いね。でね、滑空してね、下に落ちちゃうのでね、全然飛ぶのは下手くそです。一回だけね、ちょっと私の不注意でケージ開いたまんまになってたりもしたんですけれども、朝まで普通にケージの中にいました。出ることはなかったみたいです、ケージから。こんな感じでね、今戯れて、またおしっこしたね。なんかおしっこはすぐしちゃいます。なんかびっくりしたりとかすると、ね、袋ももがとかもね、おしっこしちゃったりっていう形でね、おしっこをすること多いんですけれども、まあ、それと同じでしょうね。なので、こんな感じでね、戯れております。でね、いろいろ興味があって、あっちゃこっちゃ行くんですけれども、最終的にね、体に乗っかってるのが安心するらしいです。ただ、ここだとね、手が届かないですから、って。おいで。こっちおいで。おいで。興味ないね。こんな感じで今背中にいます。そしておしっこしたんで、この辺が濡れております。どこ行くの？いてて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 。耳痛いよ。今ね、前の、この翼のね、これ。この爪。翼の爪がね、耳にグッて引っかかって痛かった。これ、こうした方が見やすいんだ。ちょ、こっち来るのは。いでで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 。何してるの？耳、耳こちょばし、あ、こちょばしいよ、耳。何してるの？すごくこちょばしいよ、それ。はい、こちょばしいよ。まだちゃん、ちょっとこじましいな、それ。ああ、そうなんです。こうやってね、飛び立つとね、下手なんです。で、その時はね、ちょっと革手袋で回収してあげます。おいでー。ああ、パソコンの裏入っちゃダメ。あ、そっちダメ。ちょっと痛い。はい回収。どうしてもね、こういう形が好きみたいですね。はい。体にくっついててください。よいしょ。ああ、だから、あなた、
こぶのが下手なんだからやめなさい。危ないんだから体にくっついててください。うん、そうそうそう、はい、こんな感じでね。よし、こうやってね、撫でさせては全然くれるし、あれなんです、おとなしくしてられないというか、だからおとなしくしてられないというよりはおとなしくなれる場所が少ないというかって感じですね。なんで私が、なんだろう、ぶら下がれる木とかになってればすごいおとなしくしてくれるんでしょうけど、こうやるとね、おとなしくはしててくれます。ほら、ね、今かわいいでしょこれ。よしよし、あとはね、ちょっとこうやっていっぱい慣れてもらって、あ、痛い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 、爪が痛いね、爪がね、すごい食い込むの。あー、飛んだらダメ、あなた飛ぶの下手なんだから飛ぶのやめなさい。もう私がね、恐怖なのね、飛んで怪我されることが一番の恐怖なので、できればこうやって四つん這いでね、くっついて痛いてほしいところなんですけれども、こうやってね、日々ちょっと触って慣れてもらって、で私の体にこうやってくっついてることにね、慣れてもらえれば、おそらくね、人慣れして病院に行くっていう時も病院に行きやすくなるだろうし、あとは治療とかがね、必要になった場合、痛いて治療とかもしやすくなるのかなってところですね。なんかわかんないんですけど、こう上の方に登る癖がありますね。うん、袋ももんがも同じなんですよね。袋ももんがも結構樹状性だからっていうのもあるのかな、高いところにいる方が安心するのか、上にいることが多いですね。すごい上見てる。そこ落ち着いたの。うん、落ち着いちゃった。はい、っていう感じですね。はい、今日もこの後ね、痛い頭に爪刺さないでもらっていいですか？おいで、ちょっとおいで。おいでおいで、ああ、えらい。来た。手でね、やるときはやっぱり手もう、今もね、ほら、見えないね、あんまりね。爪でガリガリされて、傷だらけになっちゃうんでね、やっぱ掴むときは、革手袋だけはちょっと必要ですね。ああ、だからさ、君飛ぶのが下手なのよ。いやね、あんまり飛ぶのが下手だからね、飛んで怪我される方が怖いね、私は。こんな感じで戯れております。うん、そこにいなさい。肩が一番好きみたい。ここにいるのが一番多いですね。こっちの肩か、右か左かってところですけど。何してんの？その辺にいなさい。はい、ということでね、取り留めもない動画ではございますけれども、マナちゃんとね、戯れタイムでございました。ただ、あっちゃ行ったりこっちゃ行ったりするんでね、危ない時はありますけれども、ちゃんとね、様子を見ながら一緒にこうやって戯れさせていただいております。はい、そんな感じの動画でございました。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。あと、過去にね、たくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画も見てみてください。それではまた次回のね、動画でお会いいたしましょう。以上、リントとマナちゃん、痛いよ、それ。何してんの?毛づくろい始めたんだけど、そこで。はい。リントとマナちゃんでございました。そこ、こちょばしいな。はい。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。